時刻は九時を回り八八時八時あ九時を回り八時だったの <laughs> 時刻は八時を回りました沖縄はいさイ沖縄あ違う <laughs> マイオシスですよもう一年以上やってるでしょ<笑><笑>ごめんなさい、はい、えっとはい時刻は八時を回りましたはいですね。<laughs> はい、沖縄市中央パーカーベニュー入口国道三3 0沿いにあります FM ことのスタジオから私ゆかちと山内がお届けしますはいはい皆さん迷わしの時間です知ってますよ <laughs> <laughs> はいいかがお過ごしでしたでしょうか、はい、そうですねはい、えー、今日どうしたんですか入りはひ,ろひどい入りですけどもど、ね、<laughs> <laughs> もうねはいはいえー えーはい、ゆかちさん。はい。昨日は。体調が悪い。そうです。なんか胃腸炎っぽいのにかかって。うんはい、もう身動きが取れずにいました。うん、昨日から。昨日、はい。今日はった。は <laughs> 今日は。今日はもうさすがに、ね。ごかんと、と思って。大丈夫なんですか。今日じゃ大丈夫ですよ。はい。はうん。うんうん。問題ない。多分。はい大丈夫です。 元気です元気ですねあの行ってる割にはなんていうんですかねこの顔色とかもよくうん顔表情かもしれない表情ですねこれ元気そうですよはいっていうかね多分この胃腸炎のあれは原因がありますよね原因なんか悪いもの食べたどっかで どっかで、どこですか。<laughs> どこですか。どっか行ったでしょ。バリ、バリ。バリで悪いものを食べましたかね。そう。どうしたんですか。なんで突然バリ。突然バリ。に行ってました。うん、いつですか先週。先週、今週かな。日程。今週。週末か。あ、でも。 行って、うん、週末、それも覚えていない。<laughs> もうね、あれですよね。うん、パープルになってる。もう、僕は、になってます。た <laughs>、うん、いつ行ってたんですか。あ、今週です。今週。今週、だから週末ってこと?はい。日曜日とか。今週の月日。月か。月か、月。あ、そうなんだ。やっぱりそうなんじゃない、はい、バリで何か当たったんじゃないですか?うん。かもしれないです。 <laughs> <laughs> その後にもばったり倒れてバッタリ倒れて <laughs> どうしたんですか急に本当にバリになんかねほら <laughs> 旅行行く前は必ずこう別に報告しれってわけではないんですけど、うん、行ってたじゃないですかそういえばあっち行きますよみたいなこの話の中で <laughs> うん、うん、急にバリ急に行ったんですか急急ににははいいいい割と急に行っっってててきま思思立立、はいうんうん、なぜ お客さんとかが人生やれる時にやるやできることやらないとだよみたいな話をしててそれに影響を受けて、うんうん、あれです。もうすぐきんって,言ってきましたチケット取って <laughs> すごいねこの行動力っていうか。いやいやでももうぱッタリでしたパッタリ。 どうでしたかバリ楽しかったですか楽しかったですもう何をしてるんですかであっちであっちで歩いたり歩いたり <laughs> 歩いたり食べたり、うん、食べたりはい割と、うん、沖縄いる時とか変わらないけど <laughs> えっとうんしてましたんうんうんうんあの特に何て言うんですかね 逃げたという意味合いではないんですよねそう朝からそんな言われてたんですよべきべきではないんですよね <laughs> ね。バリにも一人いてねバリにも一人いたさすがですねいやいやそう。ということでなんか思い立っていくってすごいと思いますよでもなかなか海外にね思い立っていけないですよ、うん ありがとうございます。<laughs> <laughs> はい、という、はい、バリでしたが、特にそのうん、うん、バリで話すこともないんですか？あ、バリ。うん、こんなだったよとかっていうこともなく、うん、こんなことしましたよということもなく。夏でした。夏で扱って。はいはいはい。<laughs> なるほど。<laughs> うんうん。以上。以上です。<laughs> <laughs> はい、出ましたね「バリ」で食べたり歩いたりそして胃腸炎になったり、はい、そうそう胃腸炎になりましたはいって西川さんが言ってますよ「うんうん、バリ」で食べたり歩いたりそして胃腸炎なったああ僕言いましたねもう出だしでこんがらがっているゆかちですがはい、はい、まくたたん、はいマー君「バリ」ってどこって やっインドネシアですインドネシアの南の島です <laughs> すごいなでも本当にすごいですね思い立って本当に行くっていうのがなかなかできることじゃない、うんうん、いいと思いますありがとうございますはい、はい、はそれでは今日のテーマいきますか、はい、今,日は今日のテーマはあなたの お気に入り最近のお気に入り皆さん送ってください何でもいいですね最近のお気に入りのお店あるいは格好とかね帽子が最近この帽子お気に入りだよとかマフラーだよとかあと何があるかなお気に入り口癖もね最近僕の口癖はベッキーですかー もう一つのあれになっちゃいましたよね。そうそう、言葉になって、うん、そしてもう一つ言葉が加わったんですよ。なんですか。清原です。清原。なんですか。清原わかりませんか。<laughs> 野球のあの清原。清原、うん。あの人捕まったんですよ。<laughs> バリに言ってたかわからないわけ。バリ。うん。うん、どういうことですか。捕まったんですよ、あの人。 バリにって違う違う、清原、わかりますわかんないです。あ、そっからか。びっくりですね、皆さん。すごいでしょ、この湯かちという人は。もうやばいですよね。やばいですね。知らない人もいるんだね。もうね。清原とら野球のあの番長がいるじゃないですか。野球のあのでっかいの。うん。ごっついの。ごっついの。わかります清原。 そから分からない <laughs> すげえなあまあまあまあええー、言わんけばしもたんですね大変です大変ですよ, <laughs> ですよ今日、ね、大丈夫ですか諭つさん <laughs>、はい、ということであなたのお気に入り送ってください、はいうんうん、メールアドレスは761 at to m a fmkota.jp761 at to m a fmkota.jp です またリスナーの皆様からのメッセージや曲のリクエストもお待ちしております。メッセージや曲のリクエストは FM コダのホームページから直接送ることができます。番組表の番組名をクリックしていただくとメールフォームが開きますので、そちらからもお気軽にご参加ください。そして FM コダではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。FM コダのホームページから簡単に見ることができるので、そちらもお楽しみください。 はい、えーはい、コメントも続々来てますねリンリンさんう、うん、久しぶりですね、うん、リンリンさん,さん久しぶり、えー、薬物で捕まった元西部の清原和弘ユカチはサイガーさんねユカチは清原和弘を知らないって来てますほらねみんな衝撃ですよごめんなさいちょっと勉強しときます、ね、マークンさん ゆっかち受けるってありがとうマークさん <laughs> <laughs>、はい、すごいですね。うん、ということで皆さんこのように、えー、コメントでもガンガン送ってください。はい。絡んできてください。そして、えー、皆さんツイキャスの皆さんぜひぜひ、えー、天気、うん、そちらの天気を教えてください。はい 簡単でいいですよねす、うんうん、窓の外から見える今曇ってるよとか、はい、何でもいいので教えてくださいよろしくお願いします今日も8時から10時までの2時間生放送元気に楽しくお送りしていきますので皆様最後までお付き合いください えー、今日のオープニングナンバーは「オールマイラブフューチャリングアリアナ・グランデ」です。 時刻は8時16分を回りましたこの時間は沖縄市ボロボロ第二弾 沖縄市中央パーカーブニュー入り口国道三百三十号線沿いにあります。FM 小ム座のスタジオから私、私ゆかちと。山内がお届けします。はい、この時間は沖縄地方のお天気、道路交通情報をお伝えします。はい、はい、まずはお天気です。二、うん、月四日。四日は沖縄本島地方と先島諸島は気圧の谷や湿った空気の影響で。曇りや雨の天気となり。八重山地方では激しく降るところが。 降るるところがある見込みです<ー>、はい、そして今日の本島中南部の天気は曇り、夜遅く雨、風は北東の風の地東の風、波は1.5メートル、降水確率はこのあと昼の12時までが10%、昼の12時から夕方6時までが30%、夕方6時から深夜12時までが50%となっています。 そして気温予報は日中の最高気温が19度。うん。19度。まあちょっと朝寒かったですよね。朝寒かったです。うん、うん。はい。そして、うんはいです。うん。<laughs> はい寒かったので皆さん暖かくしてお出かけください。はい。はい。よろしくお願いします。はい。以上沖縄のお天気でした。はい。続いて。 道路交通情報です。うん、まずは自動車道。沖縄,車道沖縄自動車道ですが、<laughs> <laughs> えっと伊芸サービスエリアからヤカニターチェンジの間が、うんえー、上りも下りも工事のため対面通行となっております。そうですね。そのために渋滞が起きてますね。はい。 お気を付けください、うん、夜間インターチェンジ付近で渋滞起きていますよはい、はい、そして中城区パーキングエリア付近下りが故障者がありますお気を付けください、はい、故障者もう一つはい。金、えー、インターチェンジ技能座インターチェンジ間で故障者下りですねこちらも出ています、えー、お近くを通行の際は気をつけてください。はい。ははい 続いて沖縄、一般道。一般道。はい。うん、一般道は。国道五十八号線。うん。ぐすくま牧港。間渋滞です。これ上りですよね。これは。南行き。下り。わかんない。那覇向けですね。上りだ、うん、はい。上りが。渋滞しております。はい。 はい。そして。うん。うん,うん。沖縄市。と。石田から戸口。にかけて。上りが。違う、戸口から石田まで。が渋滞しております。そうですね。はい。ええー。戸口交差点三二九の戸口交差点から。石田まで。 の区間ですね。はい、一部で、えー、渋滞しています。はい。それ以外沖縄市内では特に目立った混雑渋滞はございません。はい。スムーズですね。はい。はい。以上道路交通情報でした。手探り感。<laughs> ガサガサガサ。<laughs> <laughs> こちら、はい、FM 小坂からメールお天気はもう曇りです。曇ってますね。はい、さっきちらっと。 日もさしてましたが、うん、今はもうザ曇りですね。ね曇り方面ですかね。はい。そして国道三三まは車の流れはスムーズです。うん、はい。皆様一日安全運転でお過ごしください。うん、ここで一曲お届けします。ナターシャペンディングフィールド。 俺来一桶。<laughs> <laughs> 時刻は8時24分を回っております。ここで全国のお天気を皆様から届いたのをご紹介したいと思います。そうですね。はい。ちゃんおかさん、うん、はい。今日の名古屋は、うん、でるるるる。<laughs> 今日の名古屋は快晴。<laughs> はい。これ寒の戻り、寒いの戻り、うん、寒の戻りなのか少し寒い朝です。はい。はい。 ゆかち昨日は節分だったので節分ダンスお願いしますということでこれはじゃあ後ほど CM とか音楽の時にはい豆もあるので節分ダンスお楽しみくださいはいそしてあららがんサイガーさん続いてイサーさんゆかちやまちさんおはようございますマイクカバーが変わっているそうそう そうマイクカバーが新ししくなりましたかわいい黄色とか赤とかになってます栃木は現在2度の快晴、寒いね、い最高気温は10度だそうです、うん、ということで。ということで、続いて、続ん。う NUJ、はい、さん、けさんです今朝の横浜は曇り、うんうん、予想最高気温は、えー、10度、こちらも10度ですね。 そして銀座のエンジェルさんおはようございます。はいます今日から春ですが、えー、東京は寒い晴れた朝ですよということで。でうご、ん、そうなんです。す今日立春、うん、ということでね。うんうん、はい、えー。リニーさんお久しぶり。お久しぶりです。えー、埼玉はいい天気です。現在気温がマイナス九零点九度。わ。わ、えー。最高気温が七度。 降水確率が5%ということで晴れているんですね続いてサンズさんおはようございます,よいます一心らしくいい天気の大阪です、うんえー、ということでいい天気大阪はいいですねでテーマも送ってくれているので後で読みたいと思いますありがとうございますタク、えー、さんも来てますね東京は快晴ですということで、うんうん はい、ありがとうございます。ありがとうございます。えー、そして、荒川さん、西川さん、仕事ということで。はい、頑張りましょう、今日も。うん、頑張ってきます。明日で終わりますからね。はい、いや、いやはい。はい。続いて、メールも来てますよ。はい、はい、ご紹介します。はい。みんみんさん。うん。ゆかちさん、山内さん、おはようございます。沖縄市のみんみんです。 最近忙しい毎日を過ごしていますが元気に頑張ってますよお元気ですか、うんはい、この前ね2号さんが来てたんですけど2号っち二、うん、人のデコボコ笑いトークにパワーをいただいています <laughs> 今日はなんだかいい感じの涼しさですね、うん、頑張ってくださいね聞いて聞いてくださいはい。今週末私はまた一つ年を重ねてしまいます<お>怖いですよ誕生日ですか <laughs> 今週末、うん、うん、大人の階段登る君はまだシンデレラさかなり登りすぎましたが、年は年には恥じないように頑張るぞ。そんな私に嵐の元気が出る曲を山内さんよろしくお願いいたします。わかりました。でで,、ねでうん、ハッピーバースデーソングをかけたいと思いますよ。うんいいすね、はいはいうん、おめでとうございます。はい。うん、それでは。はい。続いて。 続いてこのコーナーこ,このコーナー何ですかみんなで元気に内縄口ラジオ体操の時間です。はい 時刻は8時31分を回りましたこの時間は琉球新報沖縄タイムスの長官から記事をお伝えしますまずは沖縄タイムスの総合面からです北朝鮮ミサイル先島通過へ発射通告日米が避難防衛,防衛省破壊装置を発令という記事からです 警戒日,本日本政府は3日、北朝鮮による事実上の長距離弾道ミサイル発射通告を受け、防衛体制の強化を進めました国際開示機関は通告内容を公表し、発射は南向けで先島諸島周辺の上空を通る模様です。 安倍晋三首相は衆院予算委員会で強行すれば明白な国連安全保障理事会決議違法で安全保障上の重大な挑発行為だと非難しました続いて琉球新報の社会面から 国民の意思・政治に、小座校公開授業18歳選挙権学ぶという記事からです。沖縄市の小座高校は、2日、3年生約400人を対象に、夏の参院選から選挙権,選挙権年齢が18歳に引き,され引き下げられることをテーマにした講演会や公開模様授業を開催しました。 明治大教授で、教授の福井剛さんが講師を務め、新有権者となる現在の高校3年生を含めた学校現場の取り組みは、県内で初めてとなります。生徒らは、選挙年齢引き下げの理由や、主要政党の公約などを見比べ、1票の意味について考えを深めました。 続いいて、市町村面よりり、大人の標本作り講座でで生物学ぶという記事からです。沖縄こどもの国は大人の標本部として高校生以上を対象に生き物を観察し魚の透明標本や鳥カエルの骨格標本を作成しながら生物について学ぶ講座を開設しています。 1>, 1月29日に2回目の講座が開かれ、参加者が染色する駅に魚をつけ漬け込みました。参加者は楽しそうに完成した標本を見て、講師の佐藤博士の話を聞きながら標本を作りました。 続いて市町村面からチャーハンで対決銀天屋台村中ほどさん初代王者という記事からです沖縄市銀天屋台村ファンクラブ一同は1月17日銀天屋台村の居酒屋ケンケンで第一回チャーハン対決を開催しました7人が自慢のチャーハンを出品し味を競い合いました その場で調理し審査員が試食して採点しました出場者がフライパンを振ったり代わり種の具材を投入したりすると集まった観客約50人から歓声が上がりました審査員の点数で順位を決め1位の居酒屋ケンケン店主の中ほど中ほどさんは嬉しくて泣きそうだ 小田の街を盛り上げたいと思っている絶対に再生させる頑張ろうやと挨拶しましたはい以上ですねはい。えー、新聞終わりましたがはい <laughs> 無理やり終わらせましたがはいすみませんすごいですよ今タン君さんはい、えー、先ほどお話し,しましたが、はい、本日は嵐さんの PV 撮影ですようん嵐ってここで なんでやねん、うんえー、この人ほら東京でしょ、うんはい、で、えー、今は楽屋で嵐さんたちと歓談させていただいておりますって、うんうん、あそっちの仕事なのかなそっち関連の、はいはい、へえいいですねあれでうん、うん、ぜひ嵐さん流してください朝に一番合うのはうん、うん、ピカンチダブルと桜井さんがお話ししておりますって、うん、皆さんと聞いていますねって うん。すごくない本当か本当かなちょっとなんか言ってみて嵐の皆さんこんにちはこんにちはおはようございますかけまーす嵐かけますよね沖縄に来た際にはぜひ FM 小座に寄ってみてくださいうん。ね寄ってくださいぜひまあ行こないはずな嵐すごいですねねえぜひぜひ本当に びっくりするわ。うんうん、ええー、じゃ、あすぐかけますよ。はい、<laughs> ええー、それでは、まあ、みみさんのね、リクエストも嵐でお任せということなので。はい、ええー、ここで一曲おかけします。嵐でピカンチダブル。 時刻は8時45分を回っております、はい、沖縄市中央パークアベニュー入り口国道3 3 5号線沿いにあります FM 小田のスタジオから私ゆかちと、はい、山内がお届けしておりますが、はい、なんとすごいですようん、うん、皆さんた、はいえーくんさんという東京の芸能事務所の方がコメントうん、うん、この前からちょいちょいくれるんですがなんと現在嵐嵐あの、えー、ジャニーズの。 直訴相撲の人えー、今やそのマップを超えているという <laughs> 噂のね、うん、嵐って言ったら一番ですよね日本で、えー、そうじゃないですわ <laughs> かんないうん、うん、何の日本で一番な,のなんのえー、一緒ということでねそんな嵐の松潤さんから。 うん、コメントでいいのかな FM ことさんゆかちさんそして局長さん初めまして嵐の松本潤です初めまして楽曲を流していただきましてありがとうございますぜひ今度スタジオに遊びに行かせてくださいでは FM こと最高 <laughs> ありがとうございます松潤でねうん、うん、この CM 中にゆかちに、うん、嵐の中で誰が好きですかって聞いたらうん、うん えー、大野くんという答えが来てですね松本さんと桜井さんが一斉に「おい」ってなったっているし <laughs> 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 ねえでもすごいですねすごいですよね、うん、えー、ぜひ来てもらえたらあもうぜひ遊びに来てくださいね,<え>ね<え>別にこの番組なんていうの平和講座に出なくてもいいしねうん、うん、あの 遊びに来てください。さいでみ、うんみん、えー、さん早速メール来てますよ。み、うんみん、はい、です。嵐田の会いたいよどうかマジに聞いてますように <laughs> 相葉さん嵐かなりの興奮のみんみんですが聞いてますよと <laughs> いうことで、うんえー、松本さんと櫻、えー、井さんごめんなさい。 えっとですねミンミンさんは相葉君が好きだそうです。<laughs> そうするかでもミンミンさん、うん、いつも嵐のリクエストそ、ね、そうそうそう,そうなんですよねきょだけじゃなくてね、うん、いつもうんあら本当すごいわ <laughs> どうしようもう今日嵐の曲ばっかりかけましょうねうんうん嵐嵐日嵐日はい嵐日。 <laughs> はい、ということで、普通にじゃあ進行していくか <laughs>。はい。とりあえず嵐さんのコメントが来たら、優先的に紹介するので。はい。<laughs> はい、はい、お願いします。うん、はい。お便りご紹介します。うん、はい。沖縄市のつかぴーさん。はい、うん。おはようございます。ゆかちさん、山内さん。沖縄市のつかぴーです。はい、うん。今日のテーマ、お気に入りですね。最近、寒いということもあり、お気に入りは帽子とネックウォーマーです。はい。今日も始まっ。今月。 も始まったばかり。いろいろ楽しんでいきましょう。久々に神経内科に病院受診です。うん、ありがとうございます。はい。ちょっと体調崩しているとのことなので、うんね、元気出してください。うんうん。スカピーさん、今日も素敵な帽子でしたよなね。ね、うん。帽子似合ってますよね。うんうん。スカピーは。はい。<laughs> うん テン、えー、さんコメント来てますね。はいえー、松本くんと桜井くんは振りに使うパーソナリティーとリスナーの大胆さよって笑ってるんですが、うんうん、触れられない二の目くんの寂しさって。の <laughs> 二の二の友達か <laughs>。<laughs> ねえ、ねうん、僕 vs 嵐よく見てますか。か vs 嵐、うんあ。あ、なんだっけテレビ。あの、あこちゃんじゃなくて <laughs>、あこちゃん。<laughs> 嵐に任せんじゃあ VS 嵐って言ってんじゃん <laughs> ね、こんな感じですこんな感じです、えー、じゃあメールバンバンいきますか、はい、メールご紹介しますはい。はい、うん。青野軍団さん、うん、ございます、ゆかち、うん、今日はいつもより早く出たからラジオ体操前に聞けてるよお<う>だ、ゆかちの体操見てみようかね悪い <だ> <laughs> <laughs> で青野軍団さん「ゆかち体操は?」ってそう最後深呼吸だけしました私はねそうだねうん、うん、そして、はい、まあ続いて続いて青野軍団さん、うん、嵐のメンバーが FM こそ聞いてるって本当だったらすごいねって、うん、本当だったらすごいですねすごいすごいうん、うん、まあどっかでね僕もあのこんな言いがち、うん、どっかで「本当かよ」って思ってる部分があるので、うん、今こんなこと言えてますけどうん、うん 実際目の前にしたら僕も何にも言いません、ね、<laughs> シャイになる <laughs> シャイじゃないもう隠れますね隠れる、うん、隠れてこそっとシャメとシャメてる <laughs> <laughs>、えー、続いてマー君、うんえー、美人ちゃん多いね気に入ってるもの月曜担当の人名前なんだったかなってミミリですねであとゆかちんさん、うん、最高ありがとうございます FM 講座の朝の番組 ということで、うん、そうだごめん追伸闘牛を広めたいのでこの前の送った闘牛情報を流してくださいわかりました今日はもう確実に後で伝えますのでうん、うん、前忘れてたっけ闘牛うん闘牛流してないと思いますじゃあ前ってその<ん>月木曜日じゃなくて月曜日ぐらいああわかんないです <laughs> いいよいいよ <laughs> はい続いてはい続いてうん。うん 小田之介さん、はい、ゆかちさん山内さん皆さんおはようございます、はい、今日のテーマお気に入りのもの、うん、自分のお気に入りのラジオ曲は他でもない FM 小田ですありがとうございます小学生の頃から聞いているのでもはや生活の一部ですよ FM 小田を聞かない日はないんじゃないかというくらいにほぼ毎日聞いてますよ今後ともよろしくお願いしますさすがさすが小田,、うん、小田之介さんありがとうございます、うん、ありがとうございます ちょっと大変ですねこれはどうしようかなじゃあですねええ1曲いこうかないいですかもう今日は嵐スペシャルですはいえっとですねたーくんが「公共の電波使ってまでこんなことで嘘ついてもしょうがないので」ってだから本当なんです本当。ほんどうするか どううししましょう <laughs> <laughs> とりあえず嵐かけとこう <laughs> ということで、えー、松本潤さんがコメントさっきくれたので松本潤さんの曲をかけたいと思います。松本潤さんでステイゴールド 時刻は8時57分を回りました沖縄どうぞどうぞごめんね沖縄市中央パークアベニュー入り口国道330号線沿いにあります FM 小座のスタジオから私ゆかちと山内ですみんみんさんからメール届いてます、うん、ありがとうございますもうだめだ倒れそうなみんみんだけど <laughs> 松本さん桜井さんよろしくですみ、うんみんの好きなプレゼントになりました たくさんありがとうございます山内さんどうしようということはい本当にねあの嵐の皆さんあれなんですよねえミンミンさんはずっと嵐の曲ばっかりリクエストしてきてでこの週末が誕生日ということなので本当にいいあれになったんじゃないでしょうかプレゼントですねはいありがとうございますぜひこの後お時間があるときに 聞いていただければね、嵐の皆さんも。はい。聞いてください。待ち時間とかね、撮影だったあると思いますので。はい。続いて。え、違います。はい。八時台。え、違う、九時台。九時台はハイサイ沖縄シティ、ワールドレポートではないですね。なお、コーナーがあります。 一品でしょ。はい、一品のコーナーがありますくじだも元気にお届けしますよチャンネルはこのまま FM コーナーでお楽しみください 時刻は9時を回りましたハイサイ沖縄シティのコーナーですこのコーナーでは沖縄市の役立つ情報を沖縄市の広報誌広報沖縄からお伝えいたしますハイサイ沖縄シティこのコーナーは沖縄市の提供でお送りしますはじめに沖縄税務署より申告相談会場についてのお知らせです 申告相談会場開設期間は2月8日月曜日から8月15日火曜日までの平日となります申告相談受付場所は受付時間は午前9時から午後4時申告相談会場は沖縄商工会議所ホール詳細は沖縄税務署までお問い合わせください 続いて、個人番号カード等の休日交付のご案内です。平成28年1月より、個人番号カードの交付を開始しています。平日に加え、次の休日に開帳し、交付受付を行います。休日開帳日は2月14日日曜日、3月13日日曜日、受付時間は午前9時から正午。 午後時時から4時受付業務は個人番号カードおよび通知カードの受け取りに関する業務で受付場所は市役所1階、市民課窓口必要書類は顔写真付きの公的証明書運転免許証かパスポートなどとなります。必ず事前にお問い合わせの上 ください。詳細は市民課までお問い合わせください。続いて福祉用具購入、住宅改修、受領委任払い説明会のお知らせです。平成28年4月1日より。介護保険福祉用具購入,購入費及び住宅改修費について。 一定のの条件を満たすす方は受領委任払い制度の利用が可能になりますこれに伴い適切な制度の利用とさらなる事業所の質の向上のため次の通り説明会を開催します日時は2月23日火曜日午後2時から4時半までで場所は沖縄市産業交流センター 対象は福祉用具事業者、住宅改修施工業者、委託介護支援事業者、申し込み方法は参加申込書を提出、参加申込書は高齢福祉課にて配布しています。また、沖縄市のホームページからもダウンロードできます。 申し込み締め切りは2月15日月曜日までです詳細問い合わせ申し込みは高齢福祉課管理給付係までお問い合わせください続いておむつ代の医療費控除に必要な証明書についてのお知らせです沖縄市で 要介護認定を受けている寝たきりの方に対し、確定申告などに使用するおむつ代の医療費控除実行証明書を発行できる場合があります。対象は、おむつ代の医療費控除を申請するのが2年目以降の方で、おむつを使用したその年に作成された主治医意見書に、寝たきり度 B1 から C2 と、 尿失禁の発生可能性ありの両方が確認できる方。要介護認定の有効期間が十三ヶ月以上の場合。前例に。前年に作成された主治医意見書の参照も可能です。おむつ代の医療費控除を始め、初めて申請する方は。医師が発行するおむつ使用証明書が必要となりますので。 かかりつけ医にご相談ください。詳細は高齢福祉課認定係りまでお問い合わせください。続いて年金手続きについての申告のお知らせです。国民年金保険料の免除申請や。福祉年金。 障害年金の手続きなどを行う場合に。市県民税の申告内容が判定材料となります。スムーズな年金手続きのためにも、忘れずに市。市県民税の申告をしましょう。納めた国民年金保険料は。確定申告の際、全額が。社会保険、社会保険料控除として認められます。 平成二十八年度の試験民税の申告期間は二月十六日火曜日から三月十五日火曜日までとなっています。詳細は市民課国民年金担当までお問い合わせください。続いて平成二十七年度公の取り相談についてのご案内です。妊娠や不妊に関する知識を深め。 健康な体を目指すための電話相談来所相談を行っています対象は市内に在住住所を有する男女またはその家族で開催日は毎週土曜日午前9時から午後6時までで来所相談は要予約となっております場所は沖縄県助産師会母子末来センター 電話は九三八一一零三。九三八一一零三までお問い合わせください。続いて第二十四回二千十六。沖縄マラソン事前応急手当講習会のお知らせです。一人でも多くの方が受講することで助けられる命があります。 心臓マッサージや AED の使い方を学び、一緒に走る仲間が安心して参加できるマラソン大会作りに協力してみませんか日時は2月20日土曜日午前1時から7時までの間、30分程度の講習を随時行っております。 場所は沖縄県総合運動公園体育館対象は参加ランナー及びスタッフ当日会場での申し込みも可能ですが状況によりお待ちいただくことがございますチームなど団体での受講は前日までのお申し込みをおすすめします詳細申し込みは沖縄市消防本部警防課までお問い合わせください 以上、ハイサイ沖縄シティ。このコーナーは沖縄市の提供でお送りしました。 えここで1曲を届けします白子さんリクエスト「クリーンバンディット」で「レイザービー」。 時刻は9時16分を回りました、はい、沖縄市中央パークアベニュー入り口国道3 3 5号線沿いにあります「FM 小座のスタジオから私ゆかちと山内がお届けします、はい、え皆さんなんとですね今日はですねうん、うん、この座「FM 小ザ」ツーキャスを通して嵐の方々が聞いてくださっているということですよ。 びっくりしすぎてね本当か嘘かっていうねそそううびっくりしすぎてそれでですねまああのんていうんですかねもう対応がよくわからないのでそういう有名人の方にね普通にやってますね何が普通にですか一番普通じゃないの山内さんですよ私私ですかわかりました わ <laughs> <laughs> かりました、はい、はい。ここで沖縄地方のお天気道路交通情報をお伝えしますはいお願いします、はい、まずはお天気ですが 2>,、はい、2月4日沖縄本島地方と先島諸島は気圧の谷や湿った空気の影響で 曇りや雨の天気となり、うん、八重山地方では激しく降るところがある見込みです、はい、はい。今日の本島中南部の天気は曇り夜遅く雨、うん、風は北東の風のち東の風波の高さは1.5メートル降水確率はこの後昼の12時までが10%昼の12時から夕方6時までが30% 夕方六時から深夜十二時までが五十パーセントとなっております。はい、はい、今日は。雨が降りそうですね。そうですねこの後。うん、ええー、午後夕方からでしょうか。はい、はい、夕方。そして、日中の最高気温は十九度となっております。十九度。はい。でも、朝涼しかったですよね。そうそう、今日もね、うんうん、さっき外も出たんですけど、涼しかったですね。はい、うん。ひんやりと。ひんやりと。気持ちのいい今日は。 うん過ごしやすいかもしれないですね過ごしやすいかもしれないですねうん、うん、はい以上お天気でしたはいはい、はい、続いて道路交通情報をお伝えしますそうですかはい、はい、まずは沖縄自動車道からですはいはい石川インターチェンジ先で上りで故障車があります、うん、故障車が結構出てますねはい結構ありますお気を付けくださいはいはい そして、金インターチェンジでも落下物あ<ら>あらがあります、はい、はい、下りで、はい、落下物っては、はいお気をつけください。はいそして、井系、うん、サービスエリアから夜間インターチェンジにかけて上りも下りも工事のため対,対面通行となっております。ははい、はい、はい続いて、うんはい 一般道ですが。はい、はい。国道五十八号線。茶谷と北谷町。うん、国体道路入口から嘉手那町の嘉手那ロータリー。にかけて北向け。施設工事のため一車線規制がかかっております。これ北向け南向け両方です、ね。あ両方です。はい、はい。失礼しました。両方です。はい、はい。そして、石田。うん。はい。 周辺で工事、うん、で北向け、南向けどちらも、うん、一車線規制中となっております。はい。はい。皆さんお気をつけて、うん、はい、安全運転でお過ごしください。はい、よろしくお願いします。はい。以上沖縄地方の道路交通情報をお伝えしました。はい。はい。 時刻は9時20分を回っております。はい。はい。今日は、うん、はいテーマ、うん、お気に入りのものものというか最近のお気に入りですね。はい。はい。今日は最近のお気に入りということで,で、はいえー、募集しております。うんうん、メールアドレスは。 七六一アットマーク fmcoz.jp 七六一アットマーク fmcoz.jp はいそうです、はい、皆さんまだまだメールを待ちしておりますよろしくお願いしますはいお願いしますはいそれじゃ、はい、紹介していきましょうか、はい、ご紹介します白子さんはいキれカワヤカチキレオモ山マ,マウッお<う>リスナーの皆さんおはようございますおはようございます今日のテーマ最近のお気に入りですが、うん 東北地方に住んでいる私としては、はい、この冬の時期になると食卓に出てくる納豆汁あ,あいいですね納豆汁とは納豆を練りつぶしたものを味噌汁に溶かしたものです、えー、あったまりそういいうんやだ納豆好きだからでも好きだけど、うん、汁はなんか,か気持ち悪そうですはい納豆あこちらのスーパーでは最初から納豆汁の素が売ってますので、えー 自分で練りつぶすことはしないのですが私はそれに加えて普通の三個入りの納豆のうち二個を練りつぶして足しています自分で練りつぶしたものは納豆汁の元と違い練り粘り,粘りが半端ないのです、うん、おつゆがシチューのようにとろみがある <laughs> しかも粘り気があるので、はい 舌触りはコーンスープを上回るほどまろやかなのです、うん、これを飲むと元気100倍でスーパーサイヤ人のように体から気が溢れ出て寒い冬の冬の夜に犬のように外を <laughs> 外を駆けずり回りたくなりますが <laughs> 近所の人に「 おかしく見られそうなのでやめています笑いリクエストしますのでお願いします,す、はい、あんまり変なことしないでくださいね変なことしないでくださいさん。さんいい年なんですか <laughs> あでもいいかもしれないです納豆ね栄養もあるしね<え>そういいけど俺ダメだはずなお汁は毎日をちょっと飲んでみたいですねかなりでもネバネバですね2個も追加して、ね、<laughs> ありがとうございますありがとうございます、うん、続いて

知ってる方教えてください。教えてください。<laughs> <laughs> 走り出せっていう曲です。ありますね。これ何回も聞いてるけどね。この曲うん、うん、よく聞く曲タイトル出てこない。はい。はい。皆さんお願いします。うん、ありがとうございます。はいみんみんさん、うん、みんみんです。山内さん、今日の放送録音していただけますかね？できるのでしたらお願いします。無理でしたらよろしいですかね？<laughs> ね よろしいですからね、うん、もうマジでダメ仕事が手につかないです嵐さんどうしましょう <laughs> <laughs> でもねもう今撮影準備に入ってるんじゃないですかねあタオ君すぐハピネスってあハピネスかハピネスか <laughs> はいはいはい分かりましたタオ君あと届いておりますありがとうございますありがとうございますあとでかけますね、うん、えテントウさんのコメントが相変わらず秀逸でございます。足つに曲名を知らない2人、うん <laughs> 受け足一名ですよね。いや僕は全然です。ねえもうびっくりしました。あの嵐ね <laughs> みたいな。<laughs> 嘘です。<laughs> はい。はい。そして、うんえー、小田ノスケさん。はい。うん。お気に入りのあの子の話とかもしたいんだけどな。あしてくださいよね。ねぜひぜひうん、うん。してください。うん。でも電波に乗せるのは恥ずかしいので秘密にしておきます。笑い。 その子の名前を伏せてメールしても山内さんには誰だかバレちゃいそう笑い。えマジでじゃあ俺が知ってる人じゃん。<laughs> あその子っていうのは指示語であって、うん、スタッフのその子さんじゃないですよ。わかりました。<laughs> ゆかちゃんわかってないけど、ね、いやいやいや <laughs> いやいや小田真希さん。<laughs> リクエスト嵐のラブソース,スイート、うん、<laughs> 今日はやっぱ嵐特集になってきましたね、うん。ありがとうございます。ぜひそのその方のお話もしてください。そうそうそう。うん、お気に入りのあの子のね、うんうん、あのー、僕らに恋愛相談してくれれば、うん、ね、すぐ解決、すぐ付き合いますよ。ね、もうそっちの道の。<laughs> ゆかちさんプロですからね。<laughs> もうかなりねですけど最近のお気に入りは最最近近はは山口さんの女ですかえっとですね寒い日にヒートテックすごい無理やり作り出したのでちょっとあれなんですけど。 ローソンのローソンのラテローソンラテはいローソンラテってあるんですか150円ですコーヒーなんですけどはい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 ですかねあとマックのコーヒーとかマックのコーヒーはスーマルバーより美味しいと言われてますスーマルバーススールババタそうなんだと言われてます ピカちゃんの中で、ということにします。はい。あ、そうなんですね。スタバもマックも。コーヒーの味がそこまでわからないからね。美味しいなと感じますか。うんうん。はい。なるほど。はい。そういうローソンのコーヒーとかにハマっていると。よくマックのコーヒーと。そうです。うん。いいですね。おすすめです。マックのコーヒー一時期飲んでたけどね。うん。美味しいらしいです。美味しいみたい。ていうか、美味しいよね。わかるわかる。それは。 ただその比べてっていうのがよくわからない実際にさデージさがあるのは俺わかるわけコーヒーでもかなりまずいとかだったらそうそうでもほら両方基本おいしいじゃないですかだからちょっとよくわからんなそうですそうですあのねこっちの裏の山っていう喫茶店があるんですけど山内さんん経営なでねそこのコーヒーはうまいですよデージうん ちです沖縄こっちって俺指してんじゃん何逆のこと指してんのこの本当に裏の方山山美味しいです本当にちょっと場所教えるので一回飲んでみてください中さんちょっとコーヒー好きみたいなんで近所の方も行ってみてくださいぜひぜひよろしくお願いします今日のテーマは「あなたの最近のお気に入り」ということでまだまだ メールをお待ちしておりますメールアドレスは761アットマーク fmcoza.jp 761アットマーク fmcoza.jp までどしたし送ってくださいはいそれではここで曲をお届けします青の軍団さんのリクエストですね嵐でハッピネース 時刻は9時35分を回りました。はいはいこの時間は一品ゆかちの新コーナーはいゆかちの一品でございます。はい、このコーナーはどういったコーナーですか？このコーナーは、うん、私のおすすめの一品をご紹介するコーナーです。です今日のテーマとダダかぶりでございます。本当ですね。本当ですね。はい <laughs> <laughs> はい。はい えっと、では今日ははい、うん、今日はあのコーヒーなんですがもうかぶりまくりですねさっき言っただろう <laughs> 大丈夫 <laughs> コーヒーかぶりまくりですよね、はい、コーヒーなんですが、うん、えっとですね、うん、あ何が美味しいです山わ <laughs> <山> <laughs>、はあ、かりましたた、うん、コンビニだったら コンビニローソンなんラテローソンラテあれまさかのそしてローソンラテローソンラテで他のは分かりませんラテは美味しいラテは美味しい他のは分かりませんでその他はコンビニはあんまりおすすめしないですそしてその他は飲んだことはないんですよあ飲んだことありますありますあるはい だけどあんまりだった。あんまりです。飲むんだったらローソンラテ。はいコンビニで、はい。なるほどいいですね。はい。うんそしてとあと飲むんだったらマックの。あれまさかのさっきのドタカブリ。マックなの一番普通のコーヒー美味しいです。そしてマイターどうしようあれドトールラテ。あドトール。ラテラテの中では。 まあまあいけます、うん、はい他のメニューは知りません,んドドールも、うんはい、でもラテはおすすめですおすすめ暗いですかねと、はい、あと市販のコーヒー、はい、でスーパーで手に入るものだったらちょっと贅沢なコーヒーっていう名前の、はいうん こ粉何こ？あれですあのフィルターフィルター通してお落とせやつですが市販で買えるものの中では美味しいです<ー>、うん、試したんだいろいろいろ,いろ、まあ、全てではないですけど試した中でやっぱこれが一番わいたので、うん ちょっとどういうことですか味があ、そうなんだこの一番贅沢なコーヒーっていうのがちょっと贅沢なコーヒーちょっと贅沢なコーヒーが味変わったんだなので他のを試してみようと思います行ってあげたらじゃあそのメーカーにちょっと味変わってあんまりですよ クレーマーみたいに。クレーマーみたいに、そしたら一年分届くかな。届くやつ。はい、コメント来てますよ。白コさん、コーヒーは粉買って飲んでいるだけだけど。ブルマンは高いから、基本モカにしている。これ、どういうことですか。ブルマン。ブルマン。はいはい。っていうコーヒーは高いから、モカ。うん。モカ、家で飲むの、どんなですかね。美味しいですかね。ね。うん、うん、うん。なんかね、こういう、ほら。 ブルマンとかモカっていう感じがツーって感じツーっぽいじゃないですかローソンラテとかっていうのがちょっと知らない人みたいな <laughs> コーヒー知らん <laughs> 知らん人はいト天さんドトールがかち被害に遭ってる <laughs>、えー、ドトールローソンあたりが今かちの被害に遭っております <laughs> 弥コさん「キーコーヒーは味もいいしお手頃な値段」ってキーコーヒー飲んでます今はいそうですよですちょっと贅沢はもう浮気してますじゃあ当にもうあれしましょうあのなんだっけクレームクレームはい送っときます 送っておいてください、はい、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします <laughs> はい <laughs>、はいはい、それでは、うん、以上でいいですか、はい、以上です以上以上。以上とても薄っぺらい薄っぺらかったか <laughs> 一品でございましたはい。 国は9時40分を回りました。はい、ありがとうございます。はい、えー。今日のテーマはあなたのお気に入り、うん。お気に入り。はい。えー、皆さんが最近気に入っているもの、何でもいいですよね。うんうん、洋服とかあるいは、はいえー、お店とか、何でもいいので送ってきてください。うん、メールアドレスは。はい 七六一アットマーク fmkooza ドット jp 七六一アットマーク fmkooza ドット jp です。はい。はい。ですね。はい、ちょっと僕の話をさせていただくと、うん、僕が最近ハマっているのが、はい、えー、イーロンというイーロン中華屋さんです。これね、実はうちのスポンサーに今なってくれてるんですけど、はいはい、あのー、もう正直言いますよ。はい、スポンサーとか関係なくうまいです。担々麺。たんたん 担々麺本当にさ俺担々麺山内史上一番うまいです史上最強だったんですね史上最強の担々麺食べてみたいです食べてくださいぜひぜひあのイーロンはねこの三郷ビッグワンの隣にあります「隣三郷ビッグワン」の隣ベスト電機三郷店の向かいに あります。いい色。ぜひぜひ、皆さん、あの、行ってみてください。行ってみてください。これは、僕、なぜ。スポンサーさんにもなってくださいと、お願いだから、っていうことで、言ったんですけど、なんでかったら、うまいから。うまいから。ういけるじゃないですか。うんうんうん。いつでもっていうか、やっぱり、ちょっとスポンサーさんとか食べてくるみたいな。うんうんうん。ことで、いける。そう、はい。そうそうそう。だから。本当にうまいです。うん。いい色、おすすめでございます。 はいうん担々麺担々麺ぜひぜひチャーハンもね全般うまい全般うまいもう外れがないほんとにメールも来てますよはいご紹介しますうんこれは山中さん違うかえっとね青の軍団さん違います AKB 早めにいするモークん山内さんや勝ち前オハシスのお聞きの皆さん チスチーステーマチースお気に入り、うん、俺はな最近お気に入りといえばチャットにハマってるんだな可愛いこといつも夜中にお話しして、うん、常連になってもうたわ、ま、<laughs> だから寝るのが3時ぐらい寝不足なんてないぞあとギノワ湾のパーソナリティなら速水がお気に入りみんな知ってると思うがモーニングエイトでは金曜のあざあざだなということで、うんえー、リクエスト会いたくて今ミ i シャ 山さんよろしくお願いしますねということですねはいこの人はいつでもそうですねいつでもそうですがおきにはい最近じゃなくてね最近じゃなくてねちっとこれを読みながらも前からやっしいっていう私もゅ言おうと思ってましたはいいととうこですありがとうございます続いてうん続いて青野軍団さん「曲は知ってのに曲名が出てこない」 ったよね山内さんだかあでもこれね「ゆかち」も知らなかったですからねこれ走り出せああこれ「ハッピネス」だったねウォーキングしてる時に必ず聞いてるんだけどね笑いそうなんだ覚えとこうね覚えといてください僕も覚えとこうっていうか今日で多分覚えられたんですよ今日で覚えられた てかさ先週番組終わりらへんになっちゃんだったドン引きさせたさ覚えてるあれよちょっと気持ちよかったってば笑い新しい性癖が雇ったかも笑いあこれはあの軍団さんおっさんですよおっさんおっさん僕もねたまにわざとドン引きさせるんですよ相手が相手だったらだからこれはもうおっさんですおっさん ザオさん。ザオさん。おめでとうございます。あのね、相手がなんていうかな。おっさんの場合、ドン引きしてもいいから、相手してくれると嬉しいわけ。うん。わかる。うん。だから。あの。全然。余裕です。余裕だそうですよ。はい ねえもうなっちゃんさん守る会の会長しないといけないよ <laughs> そうだな、ね、<え>なっちゃんとかまたなんていうの、ドンどん引き具合が面白いんですよ、うん、<laughs> マジだから <laughs> ねえもう私が守ります、うん、なっちゃんさんは <laughs> ゆかちが守れるかな <laughs> <laughs> はいえー、コメントもちょっと紹介していきたいと思いますよ、うん、た,たくんえー、さっきのイーロンの話食べてみたいけど、うん、ゆかちさんは一緒に行かないんでしょってうん <laughs> どうう、でですかあ行きましょうじゃああねおいい、くただねえー、っとゆっかっちが3月いっぱいでちょっと実は離島の方に転勤ということで。うんうん 沖縄市からいなくなってしまいますので、ぜひそれまでに来てですね。あのう、ゆかちと一緒にランチをしてみてください。はい。はい。来てください、遊びに。はい。本当にね、担々麺おすすめなんで。はい。中野町の和吉。なっちゃんを守る会、結成しましょう。はい。会長やります。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。えこのたっくん。たっくん。 たくんたくんなんか昔ジャニーズだったということでしかも11年前11年前うんでか今いい歳なんだようん誰だったんだろうたくんじゃねたくんたくんじゃねって言われたけどねそんなたくんのうん なんと作った曲ということでね送ってきてもらったのでここで書けたいと思います。で、えー、桜色の季節 は時分を回っておりますす早いでねんと皆さん今日はですね嵐がこの番組を見たというすごい状況になっております。びっくりで今はちょっと撮影中ということでねはいもう見てないはずねさすがにね。撮影中ですよね。ぜひたーくん嵐によろしくお伝えください。はいぜひあの うちのはもう FM エム口上げてですね。嵐を応援していく所存でございます。遊びに来てください。あの嵐のうちはもう作っておきますので。嵐みたいな。ね、大野君みたいな。ね大野君みたいな。はい。はい。ええ、そして。メール来てますね。はい。青野君ださん。おっさんレベル上がったのか。笑い。 <laughs> なっちゃん、どん引きあの日2時くらいまでいんでニヤニヤしてたからねって <laughs> 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 もうかなりおっさんですよね。なっちゃんを守るかい,い山内さん、うん、そんなの二2人でケチラしましょうか <laughs> 嘘嘘。今度なっちゃんに謝らんとねでもまたやるかもってぜひぜひ、あのね実はなっちゃん、僕は、うん、どん引きさせられないわけあまり変なこと言えないんで。うん 代わりに代わりにお願いしますそしたら乗れますので <laughs> もう大変だねもう <laughs>、はい、アタック撮影中です、うんえー、お伝えさせていただきますということで、うん、そうそう黄色い顔の人さ嵐が見たっていうけはすごいようん。うん 新人、えー、ガーゼットさん、はい、初コメントです。うん、つい最近初めてゆかつさんの放送を聞きファンになったばかりですが卒業するんですね。新残物ですが卒業まで毎回拝聴応援,応援しております。ありがとうございます。新人ガーゼットさん。はいありがとうございます。ということで皆さん本当に今日もたくさんのメール、うんえー、コメントありがとうございます。はい、最後はですねうん、うん、このエンディングで流れている曲は。はい AKB さんリクエスト、うん、MISIA で会いたくて今、うん、えお聞きしながらさようならしたいと思いますはい、はい、このあと10時からは「カララジ s o s ネット11時からは「宮島真一のレッドゴーツザム t ー e ーをお送りします、はい、今日も一日 FM コーでお楽しみくださいよろしくお願いします、うん、2月4日 今日のマイワシスもこれまでです今日もたくさんのメールリクエスト皆さんありがとうございましたそしてこんなちょっとねグダグダのえっと放送そして僕がすぐ嵐に寝返るという感じ誠に申し訳ないです嵐に寝返る寝返る寝返りを打つこら申し訳ございません申し訳ございませんはいはいうん。 お相手はゆかちと山内でした。明日は上条美紀ちゃんが登場しますよ。お楽しみに。はいはい。それでは、皆さん、バイバーイ。さよなら、嵐最高。